ス、またフィオナに向けちゃった。しょげてる場合じゃないわ。もっと練習しないと。あの子には絶対に負けないんだから。オーナー様、何の用？どうしてフィオナのことをって。まあ盗み聞きしてたのね。別にいろいろあるのよ。あの子とは家同士の付き合いで、小さい頃からずっと一緒にいたから。はい、この話は終わり。私はもう少しここに残るから、オーナー様は先に。え？オーナー様も残る？もうそんなことしても、これ以上フィオナの話は。違う？女神のサポートをするのがオーナーの仕事？それに私の愛人だから。オーナー様ったら顔真っ赤。慣れないこと言うから。ありがとう。大丈夫よ、私次こそは勝つわ。ううん、自分の力でフィオナに勝ちたいの。あ、でもそれならオーナー様から一つだけ力もらおうかしら。あの子風に言うなら、そう、愛の力をね。私のことちゃんと見守っててね、ハニー。